ここから近いのは階段降りてすぐ右のドア、不思議その6、黒猫の死体のあるプレハブ。行くか。多分そういうことだよね。どこの扉？ここ、ありがとう。行きます。間違えちゃった、ここですね。どこ、あ、ここですね。こっちか。これが3つ目だよね。ああ、プレハブあったわ。ここが、そう、第6の不思議。黒猫の死体が、あるところ。掃除道具入れなんかあった、プレハブに。ほこりっぽいな。この不思議はね、ちょっといい話の負けつきなの。それって一応聞いとくか。珍しく積極的。いい話って聞かれちゃうとね。いいよ、言わなくても。嘘、聞いて。かわいい。以前ここに2匹の黒猫がいました。その2匹はすごく、ちょっと私には手前にいるの猫は黒猫に見えないですけどね。すごく仲が良くて、いつ見ても一緒でした。しかしある時からオス猫の方が突然いなくなったんです。黒と茶色に見えるんだけどなぁ。あんな風にいなくなる。でも、オス猫のいなくなった翌日からメス猫はなぜか夜中ここに来て寂しそうに泣くんですよ。そのうちこんな噂が広がり始めたんです。オス猫は実は人間に殺されてて、その死体がこの掃除道具入れの中に隠されてるって。メス猫はそれを知ってて毎晩声来て泣くだって。そしてその悲しそうな声に死んだはずのオス猫が答えた時、道具入れの扉が開くんです。全然いい話じゃないんだけどねえ、全然いい話じゃないよねなお、死んでなお愛し合うってのがグッとくるじゃないですか。情緒ってもんが足りませんよ先輩。めっちゃ無駄な時間過ごしちゃった。これかいかにもって感じ。なんだか生臭くない？やだ、千里が言うとちょっとリアルだからな。嫌な感じだよね。信憑性が上がったって思うべきですよ。ゆかりちゃん本当に開けるの？もし死体が腐ってたりしたらありえないことじゃないよ。だけど気になる。というか、や、七不思議解決しないとやばい、呪われるんでしょう。あ、鍵閉まってんのか。鍵を探すのか、まず。めっちゃ強く弾いてるな。ガンガンってやってたもんね。あれ？ああ、開かずの掃除道具入れってのは本当みたい。っていうことは調べなきゃいけないですね。え、ミカちゃんできんの？ダメそうだね。なるほど。じゃあなんかロッカーを開けられるものを探すんだ。もう明らかに怪しいものあるけどね、ここに。これ怪しいよね。この中になんか入ってそうじゃない？あれ？こっちも開かずのロッカー？こっちは、ミカちゃんが開けてくれるんだ。いや、開けてもらおう。そうだね。だったら、話が早いし。ラジャ！ミカちゃん使えるなぁ。ゆかりが一番能力ないなぁ。ミカちゃん、千里のスカートに顔突っ込んでるけど。開いた。オープンザ。セサゴマか猫はいないね。ドライバーある。よし、ドライバーでいけるでしょう。ミカちゃんなら。ドライバーで開けてもらおう。本当にこれで開くの？
なんとかなりますって。どうだろう、目が開かなかったらめんどくさいけど、プライドに結構しぶとい。やっぱり素直に鍵とか探した方がよくない？鍵探さなきゃいけないかな。いや、これで開けてくれ。ミカ、頑張ってくれ。これてか時間カウントされてんのかな、本当に。開かない？あ、開いた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 。開いたっぽい。あ、開いた。ロッカーの中は？なんか猫の声したよね、今。逃げるようにした方がいい？てか後ろに猫いるんですけど。ね、左に猫いますよ。何？猫、緊急発進、ブレッキーズ。猫の餌？後ろに猫いますけど。どういうこと？どういうこと？あ、誰かが内緒で飼ってたんだね。で、猫の死体は？ちょっと私理解わかんない。それはあくまで噂ってことで、猫だもんね。あ、そういうことか。ここに餌が隠してあったっていうことか。かわいい。飢えてんの？お前。そういうこと？猫の、ほら食べな。お前の餌なんて取らないよ。猫に餌をあげてる人がここに餌を隠してたっていうだけってことか。なんだ、全然じゃん。で次は、じゃあもう4つクリアしたってこと？なんてことないじゃない。全然なんてことない噂ばっかりなんですけど。どっち行けばいいんだろう。こっち？なんか行くとき言うもんね。全然、どうでもいいやつばっかりだけどさ、その4の噂ってのがわかんないんだよな。それがなんかあれなんじゃないの？全部調べて大したことないけど、その4の噂がやべえみたいな。あれ？どこ行けばいいの？ここで合ってる？上がっちゃうよ。勝手に。今どこかもあんま分かってないんだけど。階段、なんか一番上の階段のやつ行こうよ。13階段あってどうのこうのってやつ。あ、だよね。ここの上の階にある階段が、噂の13階段です。これが4つ目か。うん、行こう。行こう行こう。数えるんだっけ？先輩、いいですか？おお。ミカ行くの？すごいな。1、2、3、4、5。怖い。6。急に足がリアル。7。8。9。11しかないじゃない。13もないじゃん。11よかったね。あ、新校舎の階段って11なんでしょ。まあね。あ、まだだったの。もし噂、これから登るのか。もし噂通り13段になったらどうします？そんなわけないって。今のは関係なかったのか。めちゃくちゃドキドキしちゃった。不思議その1。夜になると増える恐怖の13階段。これさ、この3人が実は幽霊だったっていうオチめっちゃ怖くない？ここが七不思議を調べて夜中歩き回る女子高生がいるっていうのがめっちゃ怖くない？他の階段とどこが違うの？だから見た目は変わんないんだってば。じゃあ始めようか。
こういうことだよね。もし階段が13段あったら、この不思議は本当ってこと。ただしその時は階段を落ちたこの霊がただの噂だと思うけど、一応気をつけてね、ミカ。え？気をつけるって？階段落ちるなよって言ってるの。は？先輩やってくんないの？なんで私がやんのよ。いつもまたこの二人は喧嘩してるんですよ。私怖いもん。このくねくねモーションいいわ。まあ、ユーカリが行こうか。これ別に大丈夫そうだもんね。じゃあ行きましょうか。こんなの全然平気。階段の数数えればいいだけでしょ。先輩ファイトって、これ本当に13段ってオチはないの？リアルに。これさっきと使い回してないかな。え、3 4 5 6 7 8 9 10、まだあるね。これ13段あるんじゃないの、本当に。普通に12、あ、やっちゃった。13 終わった。え、やば。でいいかな。選択肢間違えてないよね。でも別に全部13段な気がするんだけど。違う？ゆかりちゃん、ゆかりちゃんどうした？ゆかりちゃん、ゆかりちゃん大丈夫？倒れてるよ。ゆかりちゃん、どうしたの？痛い。大丈夫？めっちゃこけてたけど。うん、大丈夫。出たんだ。出たんでしょ？先輩逃げよ。あんな転び方する？ちょっと待ってよ。うん、ちょっと待ちなよ。ねえ、ミカちゃん、噂の本質忘れてない？本当に男の子が来るのかどうか、ちゃんと確かめてみようよ。そのために来たんでしょ。なんか転びやすくなってんのかな。そりゃもう、だって急に転んだもんね。じゃあね、行きましょう。みんなで仲良く登りましょう。おい、登んないんかい。何も起こんないけど。だけどまだ出てないだけですよ、きっと。今逃げるなら今のうちですよ。ちさとどう思う？霊能力者ちさとちゃん。別に何も感じないよ。あのさ、この場所ってそんなに嫌な感じないよ。でも、13階段なのは紛れもない事実だし、そう。別に13個なだけなんじゃないの？めっちゃ逃げさせようとするけど逃げないよ、私は。ゆかりちゃん落ち着いて冷静に考えてみようよ。うん。階段は北側にあって、あーん、あーんって何？あーんって何？そうじゃなくて、落ち着け落ち着け。階段は数えて13段あって、13段って、ん？ 13 段？ミカ、一つ聞いていい？先輩頼みますよ。ここ離れたら何でも答えてあげるから。そうそう、この階段ってもともと何段なの？え？まさかと思うけど、もともと13段の階段だったなんて言わないよね。やっぱりそうだよね。どうだろう。ねえ、いや、あんたに聞いてんの。え、私？やっぱり13段だったっていう、どうでもいいオチなんですかね。はい、もちろん普段は11段ですよ。確か多分嘘、調べてないです、やっぱりね。じゃあ普通に13段だったっていうことですね。ははは、殴ろうとしてますね。じゃあもうこれで終わりです。解決。次、
次はグラウンドか図書館かな。あれ、それで全部クリア。え、めっちゃ簡単じゃない。めっちゃ簡単だけど、図書室ってどこだ。下降りて行けばいいのかな。こっちじゃなかったっけ。ここって合ってる？違ってるかな。場所が分かんなくなっちゃうよね。ここは新校舎なのか旧校舎なのかも分かんないし。あ、違うね。ここはさっきいたとこだから。ん？何階ここ。もう一個降りてみる。ここ旧校舎？分からん。迷子になる。これでも向こう旧校舎っぽいけど、ん？これ何階だろう。あれ違うかな。ねえ先輩、ここまで来たついでに、あー、合ってた場所。めっちゃ迷子になった。幽霊の話の噂、声の噂、これ図書室だよね。確かめます。よかった。時間大丈夫かな。じゃあ行きましょう。これでこっちか。七不思議その3、幽霊の話し声がする図書室。なんといってもこの話には、そうだよね、証人が多いんだよね。誰がみんなで行く？じゃあ千里がやっぱり優秀だから千里に行ってもらおう。行ってらっしゃい千里ちゃん。全然仲いかない。聞こえないかな。でも奥の方明るいよ。え、誰か明かり消し忘れたのかな。でって感じじゃないみたいだけど、入ってみる。まあ、入るしかないよね。でも千里が霊じゃないって言ってるなら、多分ただの人なんじゃないかな。とりあえずここには誰もいない。どっち行けばいいんだろう。え、音がした。誰かいるんじゃん。確かめよう。司書室ってどこだろう。勝手に行ってくれるわ。あ、ここの中か。聞いてる聞いてる。え、何か聞こえる。